ツインテールのベースボーカル、ヤスです。今日は僕がいろんな人に聞かれるベースを弾きながら歌を歌うのってどうやるんですかについて1分でお答えします。簡単3ステップでできます。まず1つ目、曲だけ練習する。まずは演奏に集中してください。この時自分がボーカルをするとかは一切考えなくていいです。演奏に集中しましょう。確実にここでまず曲を弾けるようになってください。ステップ2です。歌だけ練習するです。この時は楽器はまず置いてください。歌だけ集中して練習します。歌詞を覚えたりメロディーを覚えたりに集中してください。歌っている最中にあれこの先どんな歌詞やったっけと思ってしまったら演奏は絶対におろそかになります。必ず歌を自分の中に入れましょう。ステップ3、1と2を少しずつ混ぜるです。両方が個別にできるようになったらあとはそれのすり合わせです。ゆっくり確実に合わせていきましょう。はい、たったこれだけで楽器を弾きながら歌を歌うことができます。よし、わかった、理解したという方はですね、このままブラウザバックしていただいても結構です。いや、それではまだわからんという方のためにですね、これから詳しくやっていきます。まずステップ1ですけど、曲を完璧に弾けるようになりましょう。完全に覚えてください。たまにボーカルの歌があるからどこを弾いていいかわかるっていう人がいらっしゃるんですけども、それは、厳密には曲を覚えているとは言いません。それこそドラムだけとかクリックだけを聴いた状態で頭からケツまで弾けるようになって初めて曲を覚えたと言えると思いますので、まずは曲を体の中に入れましょう。完璧に自分の体の中に入ったら次は歌です。歌をやる前に必ず楽器を置いてください。持ってるとつい弾いちゃうんでね。はい、ステップ2は歌だけに集中します。この楽器を弾きながら歌を歌うっていうのはまずは分けて考えることが必要です。どっちもそれだけやったら完璧にできるっていう状態ができないと一緒にすることはできないんですね。なので次は歌だけ練習します。歌詞もしっかり覚えましょう。ベースと歌、先ほどの 1,2 を混ぜる作業になります。はい、歌とベースをこれから合わせていくんですけれども、歌に関してはまだ本格的に歌を歌わなくてもいいです。鼻歌、ハミングで大丈夫です。なんとなくでいいのでまずは歌ってみてください。そして演奏に集中する、演奏級歌1ぐらいの気持ちで大丈夫です。こんな感じでちょっとやってみたいと思います。
しながら演奏できたでしょうか。これができたら少しずつ歌に気持ちとか歌詞を込めていきます。歌えるとこだけ歌を歌う、しんどいとこだけハミングでいくみたいな感じで歌の比率を少しずつ増やしていって、最終的にまあ 5-5 ぐらいの感じにしていくというすり合わせですね。次はハミングじゃなくてもうちょっとだけ歌った感じでやりたいと思います。くればあとはもう練習するだけです。歌も完璧にできて演奏も完璧にできるのであれば、その混ぜる作業はそこまで時間はかからないと思います。はい、もし、それがまた難しい場合はまた一つ前のステップに戻って、歌だけやる、歌詞しっかり入れる、演奏だけやる、完璧にドラムのオケだけでも頭からケツまで演奏できるようにするっていうのに戻ったらまたできると思いますので、では両方混ぜて。楽器を弾きながら歌うというのは個別に考えてやればそこまで難しい技術ではありませんので、ゆっくりやっていきましょう。というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。今日やったラウドネスのソルジャーオブフォーチュンを実際に演奏している動画をこちらに置いておきます。もう一個は私がこの前2時間ワンマンライブをやりました、その映像も置いておきます。できたらこっちも見てほしいな。はい、ツインテールのやつでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。